いやー、これはいかんでしょう。ということで、どうも皆さん、こんにちは、みざです。子供の頃、女友達というか、クラスメイトで、よく遊ぶ女の子がいたんですけど、その女の子がですね、ホットパンツを履いてきてたことだったんですけど、めっちゃ見たよね。それを感じたよ。という、そんな話なんですが、今回はね、新スキンといったらあれなんだけど、グラブルフェスのモチーフというか、トップページみたいな、でっかいのあるじゃん。言うなればオリンピックみたいな、キービジュアルみたいな。それが、キャラクター、今年を代表するキャラクターみたいな感じで、イラストがまとまって出てくるような感じがあるんですけれども、今回はそちらの方が EX ポーズとしてグラブルに追加されたんで見ていきたいなと思っております。例えばだけど、今この10点集だけど、10点集の中ではシエテとエッセルとカトルとシスだったかな、この4人が追加されたんですよ。虚空新進ですね。イベントの方で出てきた流星街じゃなくてなんだっけ流星街はハンターハンターだよな。星屑の街だったっけ。そんな感じのイベントがあったし、シスがメインだったし、あと10点種の頭目だったし、シエテがいたしみたいな、イベントの方でね、有名だったキャラクターが、AX ポーズで使われたんで、ちょっと見ていきたいと思います。でね、こっちの方を見た方がね、すごい見やすいんだよね。画像がここの方がすげえでかくて、例えばアオイドスですね。アオイドスは The End of the Dosties のイベントのやつなんだけど、ほらこんな感じでね、でかいんですよ。これ結構でかい感じで良くなってて、ここの状態でページで見てみるとね、ちょっとね画像ちっちゃいんだよね。だから、今回のサムネとかも多分ここら辺から、いい感じのキャラクターを取っていくようになってると思ってます。で、10点種のエッセルも画像が変わりました。これがさっき見たやつですね。上がりすぎやろ上がりすぎやろ、限界を攻めてる。こんなのリアルでおったら見るわなこんなんリアルでおったら見るわ。俺さ、コスホリックっていう、エッチな、DVD を販売してる、コミケみたいなのがあるんですよ。僕、そこ行ったんだけど、コスプレイヤーこんな感じだったわ。いや、マジで。コスホリック行ったけど、あれはもう男の欲望の街みたいな、男の欲望の集合体みたいなイベントで、なかなかすごかったですね。静止臭かったしな。いやガチですげえイベントだったわ。で、次カトルですね。カトルも露出多いもんな。ちょっと照れ顔。さ、アクリルスタンドだよね。これアクリルスタンドのやつかな。そうだよね。サイゲフェスじゃなくて、サイストアですね。12月の方に生放送があったんだけど、その時に出たクリアアクリルスタンドがこの画像だったような気がしてくる。で、ジークフリートだですね。ジークフリートさんかなり濃いですね、顔が。タッチが濃いな。カトルと比べると線が太い彫りを感じますね。最初のジークフリートさん、この顔からは想像できないよね、あんまり。シナリオとかよく見てなかった時代、最初に出てきた時にジークフリート、この顔イコールジークフリートだったからさ、この顔って見ると意外とピュッみたいな違和感があるという、それだけの話なんですけど。で、次ちょっと似た色つながりでベアトリックスですね。ベアトリックスというと、おっぱいでっか。ベアトリックスというと、イベント、組織系のイベントかな。これ SR ベアトリックスだよね。組織のイベントが、今年、来月に、追加されるんですけれども、そのあたりも、とりあえずそこで組織イベントが一区切りすんのかな。一区切りは分かんないけど、ちょっと宇宙編みたいな感じになってるんで、ちょっと楽しみですね。絶対ベアトリックス出るんで。で、次、シエテ。これ虚空新進ですね。さっき言ったように。頭の角がドラフ。頭の角がもはやドラフ。ということで、もともと触覚なんだけどね。昔やっぱ10点集取るんだったらシエテ1択みたいな。そんな時代もあったので、シエテがポーズが増えるのは感慨深いというか、おい、スカーサー。これね、これいいよな。これいいよね、スカーサ派。もともともいいんだけど、ここから何でしょう、人の属性に触れたみたいな、もうちょっとなんか神秘的な雰囲気が出てんだけど、こっちはもう属性に染まりましたみたいな、それがいいということで、次はユイシスですね。ユイシスは去年は藻に服していたので、なんかメッセージを送れませんみたいな、非属性のやつはそうだったんですけれども、こちらの方ユイシスは明るくなって、そうですね、恋はしてたでしょうね。クラスにいたらね、クラスにいたら恋はしてただろうな。オタクくんの俺にも何を読んでるんですか聞いてくれそう、いいね。で、次クビラ。クビラはそうだね、あれ去年はビカラだよね。ってことはクビラ出なかったんだよな。そう去年に関してはなんだけど、今年クビラが解禁されるということで、3月4月あたりからに追加されるんじゃないかなと、レジェフェスの方で見れるんじゃないかなと思いますけど、クビラはそうですね、ギャルタイプという、今までにないアプローチをかけてきた印象ですクビラで。次サンダルフォン。サンダルフォン&サンダルフォンですね。コーヒーサンダルフォン、アナザーサンダルフォンが12月に出、1月にもうこちらのサンダルフォンが出たという、コーヒー、俺サンダルフォンのコーヒー買ったよカフェミレニアのやつ、美味しかった気がする。はい。で、次ゼタですね。ゼタもこれセカンドアドベントかな。今日サイドストーリーで追加された、ゼタの方が、こちらも SR ガチャキャラだったっけ、こっちが配布キャラだったっけゼタが。でベアトリクスが SR のガチャキャラだったかな。で、セルエル、すげえポーズなんだよこのセルエルはふんセルエルってね、毎回ポーズがすごいんですよね。どれもこれも、風の方もそうだし光属性の方もそうなんだけど、なんかフェンシングの正式な構えなのかなだったらしいんだけど、すげえなんかポーズがその独特なオーラを感じるっていう、セルエル、その系譜を継いでますねこの新セルエルは。で、ノイッシュですね。ノイッシュ、スカーザハ、セルエルっていうことは、あのイベントあったよね、なんかのイベントあったよな、もう何のイベントだったか忘れたけど、風ノイッシュが出たあたりの、そこら辺のあれなのですかね。で次シスですね。シスこれいいよな、このシスこのシス落ち着きを、既婚者になってるもんな、明らかに子供いるだろこの顔は。この顔明らかに子供、パパの顔になってるから、もはや娘を見てる完全にこの顔は。娘は俺かもしれん。で、次ナルメア。ナルメアはさ母性が増したよな、なんか急にこう最初の顔からは考えられないさ母性のあふれ、もう胸だけじゃない、いや胸はでかくなってるよな、胸もな、なんかいや胸もでかくなってるのはともかくとして、なんか顔にね母性が増しましたねナルメアは。で、次ビカラですね。ビカラ、これもいいですね。ビカラなかなかもうビカラもなかなかね、そうだね、ビカラで、次メグ。これはなんだっけ、レイニーデイだったっけ、サメちゃん、私の愛しのアウギュステかサメだけでレイニーデイじゃなかったわ。私の愛しのアウギュステっていう、夏イベントで出てきた新の SR キャラクターですね。どんなイベントなんだろうっていうところから出てきたのがこっちという、独特なイベントだったような気がしますね。メグは、割とこうなる前のメグが好きだったという人もいるとかいないとかということで、今回のね新 EX ポーズは、周年のグラブルフェスのキービジュアルから出てきたよっていう話なんですが、ちょっとねこうやって見てみると意外となんか感慨深いというか、こんなシナリオもあったよなーっていう個人的なね、そういうのがありまして、これはなんかちょっとしばらくの間このスキンをつけたりするかもしれないんですけど、その時はよろしくお願いいたしますということで、今回来たので皆さんももしキャラクター持ってたら設定してみてはいかがでしょうかという話でした。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。